皆様こんにちは。投資中国の時間です。前回の投資中国では、家政連さんの著書、中国現代化の落とし穴、穴の主な内容をご紹介しました。この大きな反響を呼んだ本の出版から5年後、改訂版の中国現代化の落とし、穴が2003年9月アメリカの白大出版社から出されました。作者は前回タブーを一切取り払い。 最新の資料とその分析によって、さらに説得力を持たせました。注目に値するのは、改訂版には作者が中国国外に逃れてから。改めて考えたものを書き加えた点です。本日の投資中国では、家政連さんに中国現代化の落とし穴の改訂版について。詳しく伺っていきます。改訂版で。 序文とあと書きを改めて書き直したほか第11章を加えましたこの3つの部分は中国の改革開放に対する私の様々な理論と考え方を表していますこの本の出版後に起きた重大変化なども本の中で触れていますまたどの章にも 1998年以降のいくらかの変化を書き加えました特にマフィアや地下経済、国有企業についてです多くの内容を加えたと同時にもともとあった資料を一部削除しました全体の量は変わらずに3分の1以上の内容を新しくしました第11章を加えたということですがその内容とは第11章は有名な東大中国社会の構造変化の全体的分析です 主に社会の階層文化を分析したほか改革後の新たなランク付けにおいてそれぞれの階層がどんな地位にあるのかも書きましたあの文章を雑誌に載せてくれた出版社の編集長は「今みんな崋山の文章を参考に自分がどの階級に属しているのか確認していますよ」と冗談半分で言いました。政治エエエリリリーーート、経済エリート、ト経済知識エリートのほか 自分もいい思いをしようとする中産階級非主流化した労働者農民を述べたのです非主流化とはどういうものでしょうか社会でまともな位置を確保しようと思ったら少なくともいくつかのものが必要ですまともな仕事そしてまともな正常な収入ですメンツを失わない程度に暮らすだけの収入を 確保すすることです非主流化というのは徐々に社会の構造から置き去りにされて仕事すら失ってしまう人のことです例えば三無寺院と呼ばれる農民都市に来ても居場所がありませんいわゆる三無寺院というのは中国政府が決めた一つの概念です合法的な身分定職決まった住所がないのです この3つすらなければ社会では生きる条件すらないのと同じです労働者に仕事がなくスラム街のようなところに住み子どもたちに必要な教育を受けさせる力すらありません中国は現代化の列車のようなもので政治エリートはこの列車が進むのを導きます 経済エリートと知識エリートはこの列車のグリーン車に乗っています中産階級は比較的良い普通車に乗り社会の底辺でも仕事があればこの列車に乗れます産務人員は乗車すらできず場合によっては置き去りにされてもう追いつけません彼らは社会全体の発展と無関係なのです 毛沢東時代中国は労働者階級がリードする形で労農連盟を基礎とした無産階級の独裁国家でしたでも当時労働者の政治的地位が高いと言っても名誉だけのものでしたその後江沢民などは修正した理論3つの代表を打ち出しました 上海のある大企業の経営者はこんな話をしました政府は最も多くの人民の利益を代表すると長年言っているもののこれまで実現した試しはないそれでも言い続けるのは道徳の役目があるからだろう少なくともそういう旗印が必要だから肝心なのは誰が進んだ生産力の代表で進んだ文化の代表なのかそれは我々に他ならないつまり 労働者や農民が進んだ生産力の代表にはなれるはずがなく、先進文化の担い手にもなれないと言ったのです。テレビや新聞で発言力を持つのは、政府以外に経済エリートと彼らの利益を代表する知識エリートたちだというのです。つまり、中国政府の政策は政治エリートや経済エリート寄りのものになっている、労働者や農民寄りではないということですか。 基本的にはそうです中国の改革開放が89年に共産党の理想主義改革を捨ててからある特徴があからさまに現れてきました政治エリート集団は様々な措置で強者集団寄りの政策をするようになりました彼らにとって有利な政策です中国はこの面がますますはっきりしてきました例えば自動車や不動産政策 情報化産業も含みます。強者集団に有利な政策であれば、すぐに法案が出て決定されます。でも庶民にとって有利な政策はなかなか進みません。93年のマクロ政策の前は、政府は権利を異譲して利益を社会に還元しました。その中で多くの利益を得た集団もいました。93年以降、政府は庶民から権利を奪い返します。 いわゆる住宅改革、医療保険改革、養老保険改革どれも庶民に負担させています近代史で苦難を与えた庶民から再びお金を奪い取ったのです中国の改革ですがその実践と結果から次のことが言えると思います権力者集団が自身の権力を利用して国有財産を奪い取る過程それが中国の改革です 貧富の格差はどの社会でも避けがたいものでアメリカにも格差はあるという指摘もありますでも貧富の格差を強調しすぎればあるいは格差の解消を強調しすぎれば昔の社会主義の状態に戻ってしまうとの声もありますつまり歪んだ平等主義ですこれは一つの問題だけを強調していますどの社会にも貧富の格差はあり 確かに合理的な貧富の格差なら容認すべきですでも同時に大切なのは社会全体の貧しい人への救済システムです貧民がどれほど貧しいかが社会にとって極めて重要なのですアメリカに来て分かったのですがアメリカの貧しい人の生活はそれほど大変ではありません 政府の食料切符で基本的な食品は確保されています。他に、子供が多い家庭には手当が出ますから、子供が多くてもそれほど暮らしに苦労しません。一方、中国は社会保障制度自体がまだ整備されておらず、失業保険や社会の救済もないため、貧しい方はとことん貧しいのです。一体失業して仕事が見つからなければ、衣食にすら困るでしょう。この点、アメリカと全く違います。 第二にアメリカの貧富の格差は200年余りの市場競争のシステムを経て作られてきましたアメリカで貧富の差を分けるのは人の才能や能力などといった要素ですしかし出発点は平等ですしかも政府の公立学校の学費は無料で 貧しい子も大学に入学できます学費が払えなければ補助や奨学金を申請できます中国にはこのような制度がありませんつまり貧しい人たちを守る制度がないのですしかも中国の貧富の格差は合理的な市場競争ではなく出発点が不平等なため生まれました権力者集団がその権力を利用してわずか20数年の間に人民の富を奪いました 中国の国有資産はどう形成されたのでしょうか庶民が消費を控えたくさん貯蓄する中で生まれたのですでも改革によって彼らは再度略奪され気づいたものを失いました現在政府は彼らにもっとお金を出すよう求めています貧富の格差ですが見た目は中国と欧米は一緒でも貧富の格差ができた原因格差が招いた結果そして 社会保障制度救助システムなどこれらは皆全く違います。 私は改訂版で後書きを書き直しました後書きのタイトルは中国の改革で得たものと失ったものですその中で私がズバリ指摘したのは政治エリート、経済エリート、知識エリートたちが改革の恩恵を受けたという点です多くの底辺の人々、特に労働者と農民この二大集団は実のところ利益を剥奪された被害者なのです鄧小平氏の戦布論については どうお考えになりますか私は今改革についてこう考えていますもともと改革に対して私たちはずっとある種の幻想を抱いていました改革で共産党の歌う目標に到達できるとつまり少数の人に先に豊かになってもらい彼らに国全体を引っ張ってもらう中国を出てからこの2年間 比較政治学の本をいくらか読みましたが中では多くの強権国家つまり発展途上国のモデル転換問題を分析しています後に気づいたのですがセンプ論はほとんど全てのの強権国家の特徴ですただし中国には2つの特徴があります一つはこの政権は戦争を通じ樹立されたこと戦争で樹立した政権はいくつかの能力を備えます。1つは 社会資源を動員する能力です2点目が社会を全面的にコントロールする能力です中国共産党政権のこの方面の能力は世界のどの政権よりも勝っていますその結果強権政治が市場化へ向かう中で改革は必然的にエリート集団が可能な限り自分の利益を満足させるものになりますこの種の上から下への改革で 庶民の求めるものを真に満足させられるのでしょうかそう考えるのならそれは強権政治の特徴を分かっていないということになります本でご指摘になった中国の改革の多くの問題についてどんな解決方法があると思われますか中国のこれほど複雑な問題を解決する方法ですが誰も全くお手上げでしょう でも少なくとも今まだ一つ可能性がありますそれは政治体制改革です本で述べているように全ての問題は経済の領域で起きていますがその源は政治の領域にあります中国の今唯一の道は政治体制の改革ですしかし政治体制改革にはまだ2つの問題があります1898年清朝は母術の変法という上からの政治改革を行いました でも1905年には形勢が変わり通用しなくなっていましたこれを改革の時間コストと言いますだから改革は早い方が良いのです先延ばしにすればするほど政治体制改革の効果が小さくなって果たす作用も弱まります第二に政治体制改革は確かに中国の全ての問題を解決できはしません ただし可能性はもたらすはずです当時政体号が母実の変法という改革を拒んだ理由の一つは民知未開でした現代語に訳せば庶民の教養が足りないという意味ですでも政体号らはある点を軽視しました民主化とは学びの過程なのです実践の過程なのです机上の空論にとどまってはいけません 中国の庶民の知的レベルは、数百年前アメリカが開国した時の移民よりもずっと劣っていることはないでしょう。だから、民主化を通じて人々に実践の中で学ばせる方が、永遠に民主化させないよりもずっといいと思います。中国政府はなぜ政治体制改革を望まないのでしょうか。中国では90年代、こんな言葉が流行りました。腐敗に反対すれば党が滅び、 腐敗に反対しなければ国が滅びる中国では上から下まで腐敗していない官僚はいくらもいません腐敗に反対しなければ国が滅びるというのは共産党のこのような統治では国に未来がないということなのです 取材の中でカセイさんは、中国現代化の落とし穴の本は、自身の運命を変えたと語りました。では、次回の投資中国では、カセイさんの反省をご紹介します。中国を逃れて、です。皆様お楽しみに。本日の番組はここまでです。ありがとうございました。次回またお会いしましょう。